デビットリードはアイオワ州ダビューク出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはワイドレシーバー。コネチカット州ニューブリテンで育った。高校時代はアメリカンフットボールの他にバスケットボールを行った。高校卒業後パサデナシティカレッジに進学2007年に10試合に出場し、 全米の短大記録となる111回のキャッチで1661ヤードを獲得 13td を上げた。ライバルズ .com に3つ星に評価された彼はユタ大学、アイオワ大学、カンザス州立大学からのオファーを受けユタ大学へ進学した。ユタ大学に加入した1年目13試合に出場し25回のレシーブで427ヤードを獲得 6td を挙げた。彼は、リターナーとして、マウンテンウエスタンカンファレンスのオールチームに選ばれた。2008年には、チームのシーズン13連勝に貢献し、アラバマ大学とのシュガーボールでも、2回のキャッチで58ヤード、1td、28から17での勝利に貢献した。2009年には、81回のレシーブで1188ヤードと、 それぞれのカテゴリーで大学記録を打ち立てた。1試合あたりのレシーブ獲得ヤードは91.4ヤードとカンファレンストップ、全米でも15位の数字となった。2010年の NFL ドラフト5巡でボルチモア・レイブンズに指名されて入団した。この年の12月13日に行われたヒューストン・テキサンズ戦で103ヤードのキックオフリターン TD を挙げた。 これはそれまでのチーム記録であるパトリック・ジョンソンの97ヤードを更新した。その試合でチーム歴代2位の合計233ヤードをリターンし、その週の AFC 最優秀選手、スペシャルチーム部門に選ばれた。2011年 NFL の薬物規定違反で開幕戦の出場停止になった。これは2010年にマリファナの不法所持で警察に逮捕されたことによる。 第10週のシアトルシーホークス戦では、キックオフリターンで2度ファンブルし、1回は、味方が抑えたが、もう1回は、ファンブルロスとなった。2012年、プレーオフに向けて、主力選手が何人か休んだ。第17週のシンシナティベンガルズ戦で5回の、レシーブをマークした。この年、レイブンズは、スーパーボール優勝を果たした。2013年8月21日、 インディアナポリス・コルツの RB ・デロン・カーターとトレードされた。11月10日のセントルイスラムズ戦でマット・ハッセルベックから遺跡後初のパスをレシーブした。11月26日、コルツからウェーバーされた。2014年1月14日、サンフランシスコ・ーティナイナーズとフューチャー契約を結んだが、8月25日にウェーバーされた。 弟のジョーダン・リードも NFL 選手となっている。ありがとうございます。